この大売り出しは岡山市商店会連合会が市中心部の3つの商店街や商業施設などで毎年この時期に行っているもので今年で41回目です。このうち表町商店街では衣料品や日用雑貨を格安で販売するワゴンが連なり、多くの客がお気に入りの商品を買い求めていました。また各会場に二次元コードを設置し、商品券などが抽選で当たるデジタルスタンプラリーを実施して客の回遊を促しています。去年も来てよかったんで、また今年も来ました。日頃の感謝の気持ちをお客様にお返ししたいということでやっておりますので、お客様が楽しんで、ああ来てよかったな、また来年も来ようという気持ちになっていただければ。備前岡山ええじゃないか大正門払いはあさってまで行われます。